お伝えしています。今日は全カード入場曲で発表。さあメインイベント、丸藤のテーマ曲が聞こえてきました。主力選手では丸藤、塩崎、清宮といったところがまだ出ていませんが、果たして丸藤一人で姿を現しました。イニシャル M の軍団 M ザアライアンスの丸藤、仲間の姿は見えません。去年は武藤、船木らと共闘し、ファンに夢を見せてきました丸藤。ファンタジスタ丸藤直道。さあメインイベント、丸藤のシングルマッチか、それともまだ仲間がいるのか。あー、ここでこの人、武藤圭司。 M の同盟 M ズアライアンスで丸藤と行動を共にする武藤が登場。ということは丸藤と組むのか。今年2021年は武藤にとって大きな挑戦の年。2月の武道館、塩崎の持つ GHC ヘビー級王座に挑戦します武藤圭司。同じコーナーから現れましたね。58歳、最後の夢に向かいます武藤圭司。ということは M ズアライアンスということですかね。そうですね、丸藤武藤が並び立ちました。あ、これは弾丸、まさかあの男がノアに帰ってきた。嘘でしょ。かつて杉浦隆と弾丸ヤンキースというタッグチームで GHC タッグ王座、そしてプロレス大賞最優秀タッグ賞も取った男、あらゆるリングで己を証明してきた真の強者。さあ弾丸戦士、田中将人だ。田中大好き。マサトの、マサトの M ですね。 M か。そう、マサト田中、イニシャルは M です。田中大好き。残忍なる弾丸戦士田中マサト。杉浦との弾丸ヤンキースがずっと本当好きでした。M のポーズ。そうか、これまた超大物が入りましたね。まさに超銀河系軍団ですね。これは田中将人、元日にはホームのゼロワンで世界ヘビー級王座に返り咲いています。その翌日には全日本のね、後楽園大会でゼウス選手とシングルやってましたよね。お酒一滴も飲みませ ん, んああそうでしょうね。ここで塩ちゃんね。あ、違う、これ清宮だ。清宮ですね。続いては清宮海斗です。あと誰が残る人。塩崎はまだいますね。さあ清宮入ってまいります。箱舟の明日を担う24歳、ちょうど1年前の 1.4 後楽園で清宮は塩崎に GH ヘビーのベルトを明け渡しました。しかし2021年はまた新たな気持ちでさあ戦い始め臨んでいきます。しっかりと足場を固めた2020年から2021年、もっと遠くへ、清宮海斗の入場です。さあガンをなびかせて清宮、デビュー6年目の戦いが始まります。対角戦には去年挑んだ武藤がいる。世界を知る弾丸戦士がいる。その全てを吸収して清宮海斗、ノアに絶景を描く力にしていきます。スーパーノバが今年もノアマットを照らしていく箱舟の救世主、清宮海斗。かっこいいですね。さあ清宮は赤コーナーに立ちます。一人ずつ入ってくるようです。さあ GH ヘビー級チャンピオン塩崎豪のテーマです。 GHC のベルトを取った去年の 1.4、 塩崎はあの日から伊沢グリーンのコスチュームを身にまといノアを背負っていくと誓いました。あれからちょうど1年、塩崎の時代、真の塩崎時代は第2章へと向かいます。バックトゥ武道館、ノア激闘の記憶が刻まれた聖地へ、いつか必ず帰ると信じていた約束の地へ、ついに塩崎は王者として
武道館のメインのリングに立ちます。あの場所で拳を突き上げて初めてアイアムドアは完成する。塩崎が今年最初の戦いへ臨んでいく。我こそはノア、我こそは GAC、 塩崎ゴーです。かっこいい。さあ武藤と向き合います。とあと一人いますか。と誰かな。ええまさか。そんなはずはないですよね。これは嘘だろ。いや山田さん、これはあの人ですね。マジ嘘だろ。間違いない。これは元新日本プロレス、そして現職の国会議員である長谷だ。長谷博士きたー。やばい。山田さん、山田さんが立ち上がってます。山田君子さんとは朝からの因縁がある。スーツを脱いでなんとコスチュームで来ました。長谷博士、箱根で上陸。長谷、長谷、長谷。山田さんが思わず長谷に手を振っています。無視、無視、無視されました。無視されましたね。無視されました。聞かされました。これ何年ぶりですか。いや、30年以上じゃない。 あの時ぶりってことですか。そう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 。あちら見てますよ、あの金沢大会とかね。あ試合は見てますけど。すげえ。いやまあ、ここでまさかの、まさかの長谷博士。これは誰も予想できない。まさかの長谷博士ですよ。本物ですよ、ね、戦います。長谷が武藤と向き合おうとしていますが、ここは塩崎が制しました。いや、金沢大会来なかったから、去年ね。そうですね、9月にありましたね。そうそうそう、大会実行委員長を務めました、ね、いやちょっとこれはびっくりしました。いやすごいすごい。その中で GSC ヘビー級選手権の前哨戦が今、初めて行われますね。はい、ね、武道館が、はい、2012の日本武道館で GSC ヘビー級選手権、すでに決まったカードです。塩崎豪対武藤圭司、今日は前哨戦です。ちょっと長谷選手の、ね、登場でびっくりしましたけど、あの皆さん、この前哨戦はまあ若干余裕は、はい、まあ、予想はできた方もいると思うんですけれども、そこにその長谷博士が加わる、まあ、さらにその弾丸選手が今、はい、M-ZAライアンスに入るというね。いや、サプライズサプライズサプライズですよね。すごいですよ。すごいすごいすごい。いやちょっともう今のノアは何が起こるか本当に分かりません。ツイッターとかもとんでもないことになってるんじゃないですかね。コメント欄も今ちょっと大騒ぎになっているようで、今スタッフが整理していますのでちょっとお待ちください。あ、今来ました、田中来た大好きだというコメント。 M ズのメンバーやべえ、世界的3人、そしてもうみんな驚いてますね。マジで嘘、マジかよ長谷先生、すごいサプライズ。そうコメントでしょ。邦子大興奮、モノマネ芸人じゃないよね。すいません、申し訳ございません。コメント欄が今すごい沸き返っています。本物です。はい、本物の長谷博士です。さあリング上見ていきましょう。武藤圭司が上になっています。武藤は俺の夢に付き合ってくれと日本武道館で塩崎に挑戦を表明。もう1ヶ月ですからね。武藤は IWGP 3冠、この2つのベルトはもう何度も取っていますが、GHC のベルトだけは取っていません。メジャーグランドスラムがかかります。まあ、山田邦子さん、あの武藤、これがもしかしたら年齢的にも最後の挑戦になるかもしれませんからね。いやー、本当ですよね。だけど、まあ、去年も試合見てても、はい、清宮なんかとやってももう自分のペースになった時は本当に強いですよね。グランド強いですね、やはり強さ見せてますね。このポジションを完全に塩崎選手コントロールしてますね、はい、縦四方から今朝固めというね。武藤はキャリア37年、58歳です。バラエティ番組でかつては私のお見合い相手だったんですよね。髪の毛がふさふさだった時ね。その武藤が塩崎を支配しようとグラウンド勝負を挑んでいます。井上さん、武藤圭司のグラウンドも非常に強いんですよね。そうですね、今ねやはり塩崎選手何もできずにね、ようやく起き上がることができたんですね。GSC ヘビー級王者もね、やはり上からね畳に使ってますよね。
まあ、この辺がその武藤流のその駆け引きといいますか、そうですね、まあ、その自分の、ね世界に引き込んでいくというね。そうですね、あの塩崎選手のファイトスタイルを、ね、有酸素プロレスとかね、まあ、染まりたくないとかすでにイデオロギー闘争も仕掛けているんでね、はい、それをまず見せましたよね、はい、もうでもチャンピオン背中真っ赤になっちゃいましたね、ずっと下に反られてたから、はい、起きれなかったですね。武藤はこの塩崎の長時間削り合うような戦いに付き合う気は全くないと、武藤には武藤のプロレスがある、そこは譲れないでしょう。ですね、完全に自分の世界に今引き込みましたね。さあ対する塩崎豪の方は GHC だけマイティナイという武藤の夢に付き合うつもりは全くない、ただ武藤と戦うことには夢があるんだというふうに塩崎話していました。あ、逆水平食らわない。しかしテイクドロップキックも不発、お互いに読み合いました。うわ面白いな。これが互いのプロレス感のぶつかり合いですね。これはそうですね。あ、長谷が手を出しています。長谷博士、これはね金沢で見られなかった。いやー、国会議員とプロレスラー二足のわらじ。いやでも長谷はその井上さん、はい、このたびたびリングに上がりますけれども、はい、毎回この多忙な中コンディションを作ってくるんですよね。あ、武藤と長谷のマッチアップ、褐色の肉体と、ね、鍛え上げられた上半身素晴らしいですよね。あ、丸藤が入りました。丸藤対長谷、今タチやるって言われました、長谷はもう変わりません。このイエローのタイツ、そしてこのブルーの縁取り、変わりません。デビューから35年、59歳です。レスリングでロサンゼルスオリンピックに出場しまして、ジャパンプロレス、新日本プロレスで活躍。新日本では佐々木健介さんとの長谷剣で東本三銃士の背中を追い続けました。現在は衆議院議員として政治の世界で活躍しています。在職25年を、ね、昨年迎えましたよね。1995年初当選ですよね。そうですね、昨年ね11月に超党派で設立された格闘技振興議員連盟のね会長にも就任してましたよね。はい、まあそのはるか前になりますが、山田邦子さんとは浅川の因縁がありますけれども、そこ言いますか、まあギブアップまでは待てないで、ね、そうなんですよ。私も今びっくりしました。だからこれすごいことが起きたなと思って、出ていきたいところですキングアップまで待てないという人気番組が井出さん、はい、当時ありましてね。そうですね、ワールドプロレスの枠であって、はい、ね、またいろいろとね、まあ、事件としてもねプロレス界のね歴史がね語り継がれますね。大したことじゃなかったんですけどね、インタビューの仕方が私がまだ国語で分からなかったっていうことで怒られちゃったんです、まあ、本当にこの山田さんがゲストに来て偶然このハゼが出てくるという。いや、そうですね、あの人を介してね、もうニアミスがあったりとかもうちょっとっていうところだったんですけど、あの実際にはもうお会いできてなかったん で、 あ、そうですか。試合はこういうふうに見てましたけどね、はいはい、うん、嬉しい、ノアで、ね、ノアで見てることがすごい不思議。ノアに長谷博士がこう来てるっていうのがね、はい、初参戦ですよね。もちろんすごいことですよね。まあ、2001年に秋山選手と永田選手が組んだ時に、はい、新日本でしたけども武藤長谷っていうのがありましたよね、はいはいはい。まあ、あと三沢選手と武藤選手が組んで長谷剣で戦ったっていう全日本の試合ですかね。そういうのもありましたけども、あーキーロック、丸藤が回転しましたが汗がしっかりと丸藤を逃がしませんでした。コントロールしてますね。まあ、長谷はその指導者としても、井上さん非常に定評ありますよね。そうですね、今の、ね、第3世代を育てたのが、ね、やはり長谷選手ですよね。もうかつて新日本プロレスの道場を、この指導者として仕切っていた長谷博士であります。この2人の絡みも、まあ、全日本では同じ時期を過ごしてますよね。丸藤選手と長谷選手は、はい、その時に対戦があるかどうかですよね。おっと、丸藤に対してショルダータックル、長谷博士、丸ちゃんからしたって大先輩でしょ。そうですね、丸藤選手が三沢さんと組んでる頃に長谷選手は同じ時期に全日本にいましたけども、まあ、戦ったという印象はないですよね。出た、田中将人、田中将人が出てまいりました。ゼロワン所属、キャリア28年、47歳、国内外あらゆる団体のベルトを巻いてきた猛者であります。アメリカ ECW の最後のチャンピオンであります田中将人。田中好きだ。デビューは FW
FMW。 さあ田中対清宮、これも面白い顔合わせ。とにかく田中はこのコンディション素晴らしいコンディションです。おお、清宮ドロップキックです。おお、なんだ。清宮選手と田中選手は2年前、まあ、清宮選手が GAC ヘビー強者になる前に世代闘争で1回2回は戦っていると思うんですけど、そうですね、世代闘争で田中将人が助っ人としてね、そうですね、丸藤杉浦のね、このノア上位、上位世代軍のね、共闘したときに清宮選手と、まあ多分それもタッグマッチかタミンズマッチなので、こういうふうに濃密にね絡むっていうのはなかったと思うので、これもドリームカードですよね。そしてノアでの田中将人といえば杉浦隆人の弾丸ヤンキース、ー大好きでした。弾丸ヤンキース強いチームでしたよね。強かった。だってグローバルタッグリーグ連覇しましたからね。最初おじいちゃんたちだと思ってたんですけどすごい、いやもう強い、強くて黒いおじさんたちですよね。強かったですよね。2014年の最優秀タッグ賞を弾丸ヤンキース受賞しました。武藤がフラッシングエルボーです。あの杉浦隆がね、負けたくないと思った相手ですからね。本当本当、サソリ固めですね。おっと、武藤がサソリ固めを決めていきます。清宮海斗に、海斗きつい、海斗きつい、と見せかけて、これは今のインディアンデスロック、インディアンデスロックです。この辺りは新日流です、ね、長州力からアントニオ猪木ですね。リバースのインディアンデスロック、武藤圭司もコンディション仕上げてきています。やはり塩崎選手のアイアムノアっていうのに、ね、対抗するかのように新日本の、ね、プロレスを見せてるという可能性もありますからね、まあ、お互いに出所は違いますので、我こそは本流だという、そういった思いもあるでしょう。ほどけない、ほどけない、がっちりインディアンデスロックが決まっています。ほどけないんだよ、ほら。しかし豪華な6人タッグマッチ、見どころがたくさんあります。どの顔合わせすべてマッチアップがね、夢ですよね。いや本当に初夢ですね。スター揃いの試合ですね。本当いいですね、このね試合。お正月らしい豪華絢爛なメインイベント6人タッグマッチです。丸藤、武藤、田中とね、やはりその全世界ですよね、日本に飛び越えて全世界のねプロレスファンがねよだれを垂らしそうな、ね、トリオが結成されてますよね。みんな M だったんですね。そうですね。いやでもマサと田中が M で、はい、フルザライアンス入ったということは、これは杉浦軍とは敵対していくということですね。そうですね。ということは杉浦選手の戦いもね再開される可能性も出てくるので非常に楽しみですよね。そうか、面白いな。山田さん、夢が広がりますね。今日はたまたまお年玉で来たってわけじゃないんですよね。うわーっと、こうこれがウメラフォアームですかね。これが丸藤、撃墜しました。こう丸藤の天才ならではの一瞬のひらめき、これがアイアムですよ。アイアムじゃない、ミスター、アイアムは塩崎です。あの清宮選手ね、劣勢を打開するのにブーメランフォアームはいつも使ってるわけです。そこね、丸藤選手的確に読みましたね。清宮海斗がちょっと目がつろになっています。いい形でゴーが入ってしまいました。清宮はあの大人気ですけれども、はい、このメンバーからしたらもう 大新人ですからね。そうですね、これはたまったもんじゃないですよ。清宮海斗はまだキャリア5年です。まあでも長谷の横に立って武藤や田中と戦 う、 そうですよ。これは貴重な経験ですよね。すごいことです。長谷さんの、ね、娘さんのおりんさんがね、はい、確かあの清宮選手の大ファンだっていうことだっていうね、なんかブログで書いてありましたね。なんかね、こっそり見に来てましたね。おっと、ここはレクリーガーか。いいですよ、フライングフォアームです。珍しいですね、清宮が一発返した。そして塩崎が手を伸ばしています。去年の 1.4、思えば 1.4、 去年の 1.4 は塩崎と清宮の GAC ヘビー級選手権、そこから塩崎の快進撃が始まりました。まあ去年の 1.4 から皆さん、この緑のコスチュームで塩崎はノアを、ね、背負う覚悟を示しましたよね。そうですね、ということは365日、まあ、あの在位1年ということですよね、ちょうどね、さあまだベルトは塩崎の腰にあります。おっと逆水平、丸藤と逆水平合戦か。いいチョップです、丸藤もいいチョップ。新春逆水平合戦が始まった。あー、効いた。
珍しい丸藤が前のめりに崩れ落ちました。これはたまったもんじゃないですよ。うわーすごい音だ。そして長谷につなぎます。あそうかあっちのチームか分かんなくなっちゃった。いまだにこの長谷がリングに立っているのがちょっと違和感あります。まさに夢ですよね。夢を見ている。おっ、とチョップ合戦だ。汗も胸を出していく。そして足を掴んでここは冷静に清宮にひとまつなぎます。おっ、おっと2人でデッグロック。これは息が合っています。まあ、当然のことながら組むのは初めてなんですが、まあ、こういうふうにこのパートナーをリードするのも長谷選手は非常にうまいですよね。そうですね、本当この試合の、ね、タクトを握ってますよね。マリオジェロサンゼルス通りますね、はい、ロサンゼルスオリンピックに出場しているまさにプロレスエリートでもあります朝広氏。さらにはこの国語教師というそういった異色の経歴もあります。元、ね、文部科学大臣です。そうですね大臣ですよ元。長谷が大外刈りで倒しました。 STO みたいになってましたね、本当に 1.4 というね、いろんなものがつながってきますね。そして清宮がギロチンドロップで続いていきます。マルフィスが得られてますね。田中雅人、武藤圭司とマルフィス、いやこれ一番後輩になりますね。確かにこれでも一体誰がかなり後輩なんて誰が勝つのか誰が負けるのか確かに、ね、それもちょっと想像つきません。ドロップキック丸引き、誰もが負けられない理由がありますよね。どうしましょう。いやでもファンとしてはこれはもうずっと見ていたい。そんな田中雅人、田中雅人勢いがあります。ラリアット、年末年始24時間営業中の田中雅人、さあ今日はノアマットだ。おディディティ田中は去年半年間 DDT の KOD 無差別餃子を保持し、 DDT のトップに君臨。そして今年元日にはゼロワンの世界ヘビー餃子5度目の大会を果たしています。つまりゼロワンの王者としてノアにやってきました。5度目の体感はもうゼロワンの、ね、世界ヘビー級最多じゃないですかね。そうですね、それがまだ3日前の話。その後全日本でも出てましたよね。出てましたね、ゼウス選手シングルをね、してましたよね、はい、制しましたよね。それで今日はノアですか。あー出れますか。しかし清宮も立ち上がる。田中雅人に挑んでいきます。ガンガン選手に挑んでいく清宮海斗、エルボー合戦。田中も得意技はエルボー、譲れません。おっと清宮が切り返していくエルボー。しかし田中は変わらない頑丈です。アメリカでは G ショックと呼ばれているこの田中のタフな肉体。すごいな。ロペトムジャンピングにバット、ジャンピングにズバリ決めました。この清宮選手がね、あの秋頃からね得意としているカウンター技ですよね。清宮対田中は山田さん面白いですね。面白いですね、もう完全に孫みたいな感じですけど真っ白い清宮の肌がもう真っ赤っかですね。そして赤コーナー、またおじちゃん同士が入ります。この顔合わせも非常にね珍しいですね。汗対田中、全日本時代にあるかもしれないですね。2002年とか3年にあの田中選手参戦していましたので、なるほど、その頃の、まあ、シングルでもあったような気がしますね。この2人はよく振っていく。ラリアット、おお長谷倒れない。もう一発、長谷が当たり強さをアピールする。ゴリラになりました。おっと出るか、裏投げ、素晴らしい。ちょっと危ないな、今の危ないな。裏投げ、ま、あ曲がったな頭。切れ味が素晴らしいですね。変わってないですね。あこれジャイアントスイングです。行くのかジャイアントスイング。お正月、お正月、田中雅人、すごい。長谷の代名詞の一つ、負けるなよ今コロナに負けるなよと長谷のメッセージです。長谷のメッセージ、ジャイアントスイング開始。おこれはもう全盛期と変わらぬフォーム、田中雅人
ぶんぶん回していく。12、13、13、いやーすごい、すごい。19、18、19、20、20、21、20回以上回しました。フラフラですね。あのハスハスさん、コーナー分かってますかね、これ。ハス選手は。ああ、四角から来る。ひどいことするわ。マルフジフックキック。マルちゃんひどいことするわ。マルフジは勝負にこだわります。ハセがジャイアントスイング。見せましたね。見せましたね。新春高ならではですね。おっとここで再び塩崎と丸藤前哨戦再開です。田中気持ち悪くなっちゃった。逆水平塩崎が、あ、武藤にマシンガン。ノアのある意味では受け継がれてきた奥義ともいえるこのマシンガン逆水平、武藤に決めた。おさぎりチョップです。しかし、あ、ワンで返しました。武藤敬司です。師匠の、ね、小橋健太さんは、ね、武藤選手と、ね、タッグを組んでましたけど、シングルはついに叶わなかったですからね。塩崎武藤というシングルが、ね、もしかしたら代理戦争という、ことも言えますよね。まあ、小橋さんと武藤敬司は、まあ、タッグを組んだりしながらもやはりお互いに意識し合って競い合ってきました。さすが弟子である塩崎が武藤と武道館で今見える。うわ、ドラゴンスクリュー。あー、膝痛い。この技だけは警戒しなくてはいけません。武藤の時間になってしまう。武藤は足を同じです。まあ、タイトルマッチでは井上さん、はい、この展開をまずどうにかしたいですよね。そうですね、やはりこの展開になると武藤選手の、ね、色になりますからね。まあ、こういうタッグマッチであれば味方のカットも、ね、期待できるんですけども、はい、自分で、ね、このポジションからロープに行かなきゃいけないっていうね。ガッツも決まっています。武藤の足を同じ。しかし、さあ、長谷がカットに入っている。このカットがね、シングルマッチではないんですからね、ずっと痛めつけられてしまいますね。そうですね。おっと、塩崎が一人になりました。孤立しました。あ、田中元気になった、よかった。20分が経過。お、田中がラリアット、そしておっとシャイニング、逃げ場がないですね。あ、そうですね、コーナーへのシャイニングザード。3対1だ。そしておっとコブラクラッチ式のバルフジコ、そして来るぞ。あ、ドラリアット、スライディングラリアット。いや、これ食らったらまずいですね。まずい、まずい。塩崎、バルフジ田中がお膳立て、そしてとどめはこの人。いや、シャイニングザード、シャイニング。おっと、長谷がなだれ込んできた。長谷がなだれ込んできました。カットがなかったら決まって出ましたね、これは。やり直しだ、薬が。武藤が前哨戦、塩崎から武道館取るか。武道館行くぞ。シャイニングブロックした。塩崎ブロックしました。左のラリアット、これが塩崎ゴーです。まだまだ塩崎、まだまだいけます。これちょっと足を攻められた分、踏ん張りが効かなかったですね。お、清宮がトップロープに上がっています。清宮海斗がミサイルキック、そしてハセが入ってくる。おお、ハセがノーザンライトスープレックス。ノーザンライト、最高のお膳立てですね。さあ、北斗市政ノーザンライトがきらめいた。塩崎は武藤を上げた。ゴーフラッシャー。うわ、重いでしょうに。ゴーフラッシャーで、あーと丸藤がカット。すごいすごい。上げました塩崎。完璧に持ち上げてましたね。はい、空中でためも作りましたからね。うわ、もうこの試合結末が見えません。新春ドリームマッチ。いいぞ。試合の権利は塩崎と武藤です。ラリアット、塩崎ゴーワーズネジアート、返した、返しました。武藤危ない。となるとムーンサルトですか。あ、行くのか。私ヘビー級の人がこういうね、あのすごい信じられない、すごいよこれ。塩崎が中央バッター、ムーンサルトプレスです。
圭司からスリーカウント取りました。なんと武藤圭司、自身の代名詞ムーンサルトプレスで屈辱のスリーカウントを聞きました。本郷工業の12月26日あの塩崎選手はね、武藤選手からムーンサルトで俺がワンツースリー取ると宣言していましたから、有言実行ですね、まさにその通りに、ね、なりました。すごいな。前哨戦第1ラウンドは塩崎に外貨がありました。汗と拳を突き合わせます。いや山田さん、塩崎は去年の勢いがそのまま続いてますね。そうですね、素晴らしい試合でしたね。これが武道館でまた見れるんですね、この続きがね。武道館では1対1です。1対1、塩崎対武藤。チャンピオンは俺なんだ、ゴアは俺なんだ、そう言わんばかりのこの無言のメッセージを武藤に送りました。塩崎郷であります。武藤が引き上げていく。2対1敗を喫してしまいました。なんか喋る。塩崎、今日の武藤はなあんなもんじゃないからな、お前の様子見てただけだからな、油断するなよ。最初に今日は皆さんありがとうございました。今緊急事態目前ですにもかかわらず、こうしてプロレスを愛していただき本当にありがとうございました。若い力にプロレス界を託したいと思います。本当に武藤を破るのは塩崎お前しかいない。期待してるぞ。とんでもないエールをもらいましたね。からエールです。破るっていうか、こっちがチャンピオンですけど、ハッサンから新年早々ありがたいお言葉になりました。ハッサン、ありがとうございます。こうしてプロレスリングは2021年幕開けです。この勢いでさらにその先の武道館、俺が武藤圭司を倒してノアをさらに上に突き上げていきます。皆さんありがとうございました。ガイドガイド、今先輩と同じ形で立ってましたね。マイクを託されました清宮です。新年明けましておめでとう。かわいい。新年のスタートも笑顔で切れてとっても嬉しいです。プロレスで笑顔を届けて皆さん照らしていきますので、今年もよろしくお願いします。笑顔で今年最初の大会を締めくくりました。なんだ、汗かいちゃうのか、残念だな、接触が汗先生、山田邦子さんの前で汗博士が久々の勇姿を見せました。いやすごいこの3人ですね。はい、いやもうね、夢を見てるようですね。本当ですね、本当に何が起こるか。プロレス界というのは、ドアだけでなくプロレス界というのは
何が起こるかわからないと言われてますが、ノアの 1.4 に長谷博士が参戦したんですよ。これ去年のプロレスファンに言っても誰一人信じないですよ。いや、あの金沢大会1回すっ飛ばしてるっていう歌詞があるから、はい、これはまあ1回はありです。 おっとまさか放送席に2人破ってやった。反省、歴史的な歴史的遭遇。これ長谷さん笑顔でしたよ。これありがとうございます。2人の物語ここで34年の完結、34年ぶりぐらいですね。開口が、いやーすごい。もう今日ほらこれがなけりゃね言ってるとこなんですけど、はい、はい、いやでも気持ち伝わりましたね。まさかまさか、ソーシャルディスタンスを守りながら、なるほど、合わせたグーはあったかかったです。はい、ありがとうございます。